この物語の主人公は大学まで女子大に通い、東京の広告代理店に就職した社会人1年目奈良県出身の戸渡花。部署に配属され出会ったのが19年入社の立花香織です。よろしくね。あ、よろしくお願いします。花の3期先輩で、小悪魔的なあざとさだけでなく仕事もできる香織先輩。そんな中、遠距離恋愛中の花の彼氏健太郎は、無理して東京のノリに合わせるとか周りのノリに合わせると疲れちゃうよきっと。花が東京で変わっていくことに不満を感じていた。これは東京で様々な男女と出会い、揉まれながらあざとさを磨いていく戸渡花の成長物語である。最近健太郎は私の話を聞くのが全然楽しそうじゃないし、断るごとに花はそのままでいいっていう。うまく言えないけど、なんか噛み合わなくなってきてる感じがしてモヤモヤする。一回ちゃんと話した方がいいよね。おはよう。今日もお互い頑張ろう。昨日あの後考えてたんだけど、やっぱり花はあざとくなる必要なんてないから、そういう上辺だけのテクニックとか意味ない。そのままの花が可愛いんだから。起きないか。大阪で二人で住めそうな物件探すのがマイブーム。なんかやっぱりすぐ関西帰ると思われてる？私まだ東京来たばっかりなんやけど。この日は香織先輩に部署内で抑えておくべき上司を教わる花。今日は花にうちの部署の先輩たち紹介するからちょっと聞いてて。はい。まずうちの部署で抑えておくべきなのがそこにいる水川さん。水川さんは仕事ができる分無駄を嫌う。だから機嫌取るとか仕事以外の話は全く望んでない。とにかく各自の仕事を全うしてくれ系。なるほど。ミスしたらめちゃくちゃ怒られそうですね。でもね、ミスして不安な時は抱え込まずに素直に聞くことの方が大事。はい。あとはこまめな方、連想。これは仕事ができる人であればあるほど安心材料になる。ちょっと見てて。お疲れ様です。今お時間よろしいでしょうか？うん、こちらのプレゼンの資料なんですが、この部分だけどうしても自信がなくて水川さんのご意見いただきたいのですが。ちょっと見てもいい？はい。端的に内容を伝えつつ相談ポイントを明確に。香織先輩すごいな。水川からアドバイスを受ける香織先輩。確かにその視点は足りてなかったです。金曜日までにできそう？はい。今いただいた意見を踏まえた上で水曜の夕方までに提出させていただきます。うん、了解。はい。丁寧にありがとう。こちらこそありがとうございます。失礼します。確かに無駄な会話一切ない。あんなおしゃべり好きの香織先輩やのに。すごいですね。ただノープランで助けてくださいは無能だと思われるから、相談しに行くときは何を相談したいのかを明確に。で、程よく頼ってます感を出せば実際優秀な人だから気持ちよくいいアイディアをくれる。へー。あとスケジュールも細かく報告してましたよね。そうそう。あれどうなったのって上司から言われるようじゃダメ。こっちからほうれん草しておけば心配の種は確実に減るから。へー、なるほど。あと花は新人だからこれから何かしらのミスはしちゃうと思うけど、自分で対処しようとしないで。はい。やらかした時は怖くても速攻で上司に報告する。報告した時点でミスは花だけの責任じゃなくて上司にも共有されるわけだ。わかりました。次はあの人、牧野さん。今話してるのは
私の一個下の後輩の畑中だね。牧野さんは可愛い女子に厳しい噂話大好きおつぼねデスク。すごい呼び名。へえ、こういうネイルって若い子の間で流行ってるんだ。流行りと言いますか、すみません、ちょっと派手でしたよね。私はいいんだけどね。こういうのって限定方式する人もいるから気をつけなよ。はい、気をつけます。そういえば私初日挨拶したんですけど、ほぼ無視されました。あの人には嫌われない方がいいよ。車歴が長いから偉いおじさんとも結構つながってる。どうしたらいいんですか。若さに対して過敏だから年齢を感じさせるトークはしちゃダメ。難しすぎます。何が地雷か分かんないし。ライトなゴシップ話を持っておくといいよ。何ですかそれ。社内の情報を網羅していることにアイデンティティを持ってるから、その手助けを私はできますってことを認識させたら大丈夫。でも私新人だから全然社内のこと分かんないです。同期の一番のイケメンが何が好きとか、彼女いるとかいないとか、まずはそんな話で大丈夫。副大のイケメンは図鑑的にチェックしてるから。ほらネイルでいびられてた畑中も盛り返してる。ふー、営業の秋くんってあんなイケメンで優しそうなのに部下にはパワラ系なんだ。同期なんで確かですよ。牧野さんにここだけの話です。素晴らしいね、ここだけの話です。私は昨日あいつからあの話聞いてる。へー、あ、これ出張先で買ってきたお土産です。あら、いいの。どうぞ選んでください。どれにしようかな。じゃあね、ナイス畑中。これは基本的な技で、休暇とか出張に行った際は必ずお土産を渡す。相手のことを忘れてませんよアピールにつながる。ああいう人にも気を使わなきゃいけないんだ。社会人は大変だな。うまくやり過ごして他のことに時間と脳みそを使わない。私も何年後かには香織先輩みたいになりますかね。なれるよ。相手のことを想像すればいいの。あざとさは想像力なんだよ。あざとさは相手を想像すること。あざといって奥深い。例えば牧野さんが話してたんだけど、仕事にはもう慣れた。あ、はい、おかげさまで。仕事から帰ったら家で何してんの。あ、いや特に家でゴロゴロしてます。若いんだからいっぱい遊べばいいのに。もったいないな。どんどん合コンしといた方がいいよ今のうちに。あ、こういうのってどう切り返せば無難に切り抜けられるんやろ。とりあえず話題変えるのがいいのかな。課長のそのネクタイ素敵ですね。あ、これいいでしょう、はい、気に入ってるんだ。やば、もう褒める言葉出てこうへん。あ、そういえば戸谷さんって彼氏いるの。あ、はい、一応。地元。あ、はい、大学で知り合って。遠距離か。じゃあこっちで自由にやりたい放題だね。彼氏どこで働いてんの。イケメン。ああ、課長ちょっと花借りていいですか。なんだよ、楽しくフリートークしてたのに。すぐ戻ってくるのでその時私もご一緒させてください。え、いいよ、うん、しょうがないよ。課長全然飲んでないじゃないですか。飲んでるよ。ちょっとお前も飲めよ。じゃあ一緒に彼しましょう。大丈夫、なんかうまく話せませんでした。あの課長悪い人ではないんだけど、若干ナルシストだからフランクさを履き違えてるんだよね。人時代前のマスコミのノリっていうか、プライベートの話をし合えることが部署の空気を良くするっていうずれてる感覚の持ち主だから困ったでしょ。困っちゃったんですけど、でも先輩にムッとするのも違うなと思って。ここからお酒入るとさらに悪化する傾向にあるから私がうまく刺してみるよ。刺す？どうやるんですか。
そういえば牧野さんが話してたんだけど、営業部に橋本くんっていう超イケメンが入ってきたらしいな。戸渡さん同期だろ。あ、はい。私まだ話してないのに牧野さん情報もすごいな。どうなの同期くん、タイプ。私は彼氏がいるから他の人には興味ないって感じ。あ、いや、まだ知り合って間もないので性格とか分かんないので、うん、営業の岩崎部長イケメン好きだから相当気に入られるだろうな。確かにそうですね。するとここで香里が、岩崎部長といえばこの前社食でお話しする機会があったんですけど、うん、岩崎部長自分の感覚がアップデートされてる自信がないから、後輩と会話したり LINE するときには全て録音されたりスクショされてると思って話すようにしてるって言ってました。すごい徹底されてますね。何にも喋んないじゃんそれじゃ。さすがに警戒しすぎだろ。いや私もそう思って、さすがにやりすぎでしょって思わず笑っちゃったんですけど、さすがどんどん出世する人のリスクマネジメントって感じじゃないですか。いやでもそんなこと気にしてたらいつまでたっても全然距離縮まらないじゃんか。いやそうっすよね。ほら始まったでしょ。すごい読み通り。じゃあ課長クイズしてあげますよ。セクハラアウト境界線クイズ、イエーイ。課長がこれから花に質問しようとしているプライベートな質問、一個ずつこれは大丈夫だろうと思う質問からしてみてください。まあ俺は大丈夫だと思うけど、じゃあまずは学生の頃の部活は。これはセーフですね。花部活何やってたの。あ、大学では映画サークルにいました。じゃあ彼氏とはそこで知り合ったんだ。ブッブー、課長アウト。え、ダメなの？話の流れだろ。もちろん嫌じゃないって人もいますけど、恋人、元彼、元カノ、結婚、離婚、その他恋愛遍歴は聞かれたくない人だっているんです。それくらいは想像してください。マジかよ。じゃあ、はい、今日メイク変えた。人によりますが、グレーです。え、一瞬も言ったけど何でもないのに。相手がキモいと思ったらダメなんですよ、基本。特に容姿に関することはね。てかそんなリスキーな橋渡らなくても無難な会話で十分楽しめると思います。じゃあ例えば、こういう会で何を話せばいいんだよ。もし宝くじで100万円当たったら何を買うとかでいいんじゃないですか。小学生じゃあるまいし。メイク変えたより広がりますし、十分性格が見えますよこれ。つまんねえな。そんなんでコミュニケーションって取れんのかよ。逆に下ネタとか恋愛トークでしかコミュニケーション取れない方がまずいですよ。仕事を通して性格を知ることだって十分できますし、仕事を通して上司に信頼されるのって嬉しいことですから、私たち後輩はね。はい。最初普通に聞かれたから答えちゃってましたけど、嫌なことは答えなくていいんだって分かりました。あざとさは想像力だって課長やみんなが分かってればいいのに。こびたって舐められるだけだから言いたいこと言った方がいい。うん、すごい勉強になりました。ああ、私も香里先輩みたいになりたいな。この後うち来る？おしゃべりしよっか。あ、ぜひお願いします。いいでしょう、最新のピーリング美顔器おすすめ。インスタで見たことあります。良さそうと思ったらすぐ買っちゃうんだよね。香里先輩と付き合えた男性ってどんな人なんですか。元彼は同期だったんだよね。へえ、職場恋愛。うん、でも別れた後向こうは転職しちゃったけど。元彼さんが先輩にメロメロだったんですか。逆逆、私って彼氏の前だと尽くすタイプになっちゃうんだよね。意外。なんかもっとこううまくコロコロといじってる。あ、いや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 悪い意味じゃなくて、香里先輩のあざとさっていうかコミュ力の高さはすごいなと思って。私って恋愛になるとなかなかうまくいかなくなるタイプだ。へー。
完璧に見える人でもうまくいかへん恋愛ってあるんやな。これ言わないで。はい。実は今ちょっと気になってる人いるんだ。え？そうなんだ、いいな。私は彼氏とうまくいってなくて。そうだよね。まあそんなつまんない彼氏ほっといてさ、花はどんどん進化していけばいいよ。ほら、ちょっとここ座りなよ。はい、うん。そこから香里先輩のスタイリングが始まった。今まで YouTube のメイク動画で見ていたようなテクニックで私を可愛くしてくれた。メイクってこんなに楽しいんや。どれが似合うかな。いっぱいありますね。そうなんだよね。こういう袖あるやつもいいかもね。そう、この襟が可愛いんだよね。可愛いですね。だよね、うん、これとかもいいんじゃない。え、すごい、かっこいい、うん、なんかドット柄でさ、あ、うん、げるよ。え、本当ですか、うん、いいんですか、うん、え、嬉しい。何やねん、このスタンプ。何ニヤニヤしてんの。同期に写真送ってみたんです。同期ってイケメンの橋本くん。いや、仲いい同期ですよ。グループラインですし。で、彼氏には送らないの。ああ、私だったら彼氏に最初に見せたいって思うけどな。ですよね。てかもうこんな遅い時間なんですね。すいません、そろそろ帰ります。あ、全然大丈夫だよ。何から何までありがとうございました。こちらこそありがとう。花はもっと可愛くなれるよ、はい、頑張ります。香里先輩の言葉はすごく勇気が出た。もっとあざとく、もっと可愛くなりたい。そして自分をもっと好きになりたい。どうしたんって。花を待っててん。突然大阪から彼氏の健太郎がやってきた。ここから私の日々はさらに大きく変わっていくことになる。